ベレッタによるカラハリサファーリージャケット。サファーリージャケットを着る男性サファーリージャケット、またはブッシュジャケット、トロピカルジャケットは、もともとアフリカの草原地帯でサファリに出かける目的のために考案された衣服。19世紀の末にサファリスタイルのジャケットとして快適さと機能性を求めて考案され、アングロアフリカンの冒険家によって普及した。サファーリージャケットの特徴は、 タイラ・オリエリの解禁仕立てで、一般的に、軽量コットン生地、またはより軽いポプリンで縫製されており、伝統的にカーキ色系統、そして付属ベルトや検証と4つ以上の、プリーツ付きポケットが付いていることである。動きやすさを考えて、背中のひだに加えて、若干肩が落ちたデザインととされる、ことが多い。1950年代から一般的な、 カジュアル衣服として着られるようになったが、単なるアウトドア着とは異なり、王公貴族の道楽としてのアフリカ探検に使われたという背景から、ラグジュアリーな印象があることが特徴である。この頃に、アーネスト・ヘミングウェイの着用と1968年春夏、コレクションのイブ・サン・ローランによるサファリルックの提案によって一般に広まった。プッシュジャケットは、 当時の海外のカメラマンに特に人気があり、複数のポケットはフィルムやレンズ、フラッシュ等の小さな写真機材を運ぶのに重宝がられた。ブッシュシャツはサファリジャケットに似ているが、ベルトやウエストの絞りがなかったり、検証もついていないことがよくある。トロピカルジャケットは他の2つに対して薄い生地が使われていることが多い。ありがとうございます。